今日のイカした偉人は岡倉天心。日本美術院を設立、また代表作には茶の本があります。彼は学生時代に外国人講師フェノロサと出会います。天心は通訳者として彼の美術研究を手伝ううちに、自身も日本美術に興味を持つようになりました。そんな天心は16歳の時、元子という女性と出会い結婚します。そして間もなく奥さんは子供を身ごもります。この時期天心は卒業論文の執筆に励んでおりました。しかし卒業論文提出2週間前に奥さんと大喧嘩をしてしまいます。妊娠中ということもあり、ピリピリしていた奥さん、なんと天心の卒業論文をビリビリに破いて破壊してしまったのです。唖然とする天心、国家論というテーマで書いておりましたが、もう同じ論文は書けそうにありません。そこでフェノロサと学んだ美術研究を思い出し、急遽テーマを美術論に変更し、なんとか2週間で完成させました。学生の皆さん、今は卒論作成の時期だと思います。もし恋人が浮気をしたら、卒論のデータをバックアップごときれいに消してあげましょう。ではまた。